ニレプチャンネルです。こんにちは。今日はですね、ジャンガリアンハムスターについて紹介していきたいと思います。今ご覧いただけるかどうかですが、このジャンガリアンハムスターの後ろにですね、赤ちゃんがいます。こちらですね、ジャンガリアンハムスターで、アルビノの子が生まれたというふうに1ヶ月ほど前に紹介したんですけど、他のペアからもアルビノの子が生まれて、その子同士を、掛け合わせるとどうなるかっていうことを、調べて、ペアで、飼っていましたが、ついにですね、赤ちゃんが生まれました。まだちょっと生まれたてなので、どんな色の子になるのかっていうのはまだ、分かっていないんですけど、これからですね、ちょっと成長につれてどのような色になっていくのかっていうところを楽しみに、見ていきたいと思います。こちら2匹ともアルビノのジャンガリアンハムスターです。この子たちの親はノーマルの色の子になります。で、突然変異で、生まれた子になります。で、突然変異で生まれた子なんですけど、目がですね、赤くて、毛の色が薄いという特徴を持っています。で、この子たちの兄弟は、一般の、ジャンガリアンハムスターの色になっていますので、小さい頃からですね、この子たちだけ色が薄くて、目も赤いというような形です。一般的にですね、アルビノの子は体が弱いとか、そういったことを言われたりするんですけど、この子たちは、特段、体はですね、弱いっていうことは全くなく、元気に成長してくれています。で、子供ですね、この子たちの子供も、おそらくなんですけど、元気に、生まれてきてくれているというふうに思います。まだ生まれたてなので、子供たちは触らず、奥でそっとさせておこうかなというふうに思いますので、今後ですね、色がだんだん出てくるというふうに思っていますので、その時にですね、何割ぐらいの子が何色になるのかっていうところを、楽しみに見ていきたいなというふうに思います。最近ですね、よくペットショップにハムスターとかをですね、見に行くんですけど、最近はですね、いろんな種類のジャンガリアンハムスターが売られています。ノーマルの子だったりとか、ブルーサファイアであったりとか、あとはイエロープディングとかですね、あとはブラックとかホワイトとかですね、さまざまな色の子が、売られています。で、そういった子もですね、こうやって品種改良をすることによって、生まれてきた子たちになるかなというふうに思っています。ですので、こうやって一般の家で生まれた子たちを、次々と変わった子たちをですね、掛け合わせていったりとかすると、いろんな色が出てくるのかなというふうに思っています。で、うちもこうして赤目で、アルビノの子たちが生まれてきてくれているので、その子たちを増やしたいなというふうに思ったら、その子たちで掛け合わせていくと良いかなというふうに思います。あと気になるのが、やはり近親交配になります。やっぱり同じ親から生まれた子たちだけでつないでいくと、その子たちがもし病気を持った遺伝子を持っていると、その遺伝子が結構濃くなってきてしまって、病気が出やすくなってしまうとか、そういったリスクも出てくるというふうに思いますので、そういったことは気をつけていただいて、色を出すっていうことを、していきたいなというふうに思います。ハムスターとは違うんですけど、ネズミの交配も、していて、いろいろネズミも増やしているんですけど、ネズミのですね、近親交配には、とても強いっていうふうに言われていて、今まで近親交配を
の 何度か繰り返してきてはいるんですけど、まあ、何の問題も、起きてはいません。あと他の YouTuber さんとかでネズミを、2年間、近親交配したらどうなるかっていうような動画があったりですとか、まあ、そういうものも見ていろいろ調べてみたんですけど、やはりあまり何も問題なく、台がつなげられるというふうに報告も上がっているので、まあハムスターはちょっとどうなのかっていうところはあるんですけど、まあ、同じその齧歯類であるネズミとかだと近親交配に強いというふうに言われているので、まあ、ハムスターもある程度は強いんではないかなというふうには思いますが、まあ、あまりおすすめはしないので、まあ、できれば血が濃い子が生まれてしまうというところのリスクは若干はあるかなというふうに思うので、できれば親が違う子同士を掛け合わせるとか、まあ、そういったことをした方がいいのかなというふうに思います。実はまだ生まれた子供たちが何匹いるかっていうのもまだ数えてはいなくてですね、まあ、なるべく生まれたての頃は子食いのリスクもあるので、できるだけ触らないようにしたいというふうに思います。であまりストレスをかけるのも良くないと思うので、ちょっと遠くから撮影をしているというような感じです。まあ、こうやって間近で見ると目の色が赤いのもすごいよくわかるなというふうに思います。最近はいろんな種類の、まあ、ハムスターだけではなくて、フクロモモンガでレッドアイの子とかいたりとか、いろんな品種改良が行われているので、まあ、ぜひ興味ある方は、調べてみていただければというふうに思います。またですね、こちらのハムスターのこの色とかですね、まあ、成長度合いとかも、合わせて紹介していければというふうに思っておりますので、ぜひですねチャンネル登録いただいてご視聴お願いいたします。本日は以上になります。ありがとうございました。